ゲストの方をお迎えしてお送りします。え本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード7689株式会社コパコーポレーション代表取締役社長吉村大輔さんです。吉村社長、よろしくお願いします。ま,すえー、まずはあ御社の事業内容とそれから、はい、トップ経営者の目から見た御社の強みについて、はい、一気呵成にお話しいただきます。ありがとうございます。はい 当社はですね一言で言いますと、はい、実践販売の会社です、はい、まあ、実践販売とはですね、えー、お客様の目の前であの実際に商品を使って見せて使用価値をアピールし購入を促す販売手法になります、はい、え次のページご覧になってください、はい、あの実践販売と言いますとですね、えー、あの派遣業のイメージが強いかと思いますが、はい、当社はですね、えー、創業当時より、えー、実践販売のできる卸売業としてスタートしてまいりました、はい 販売チャネルは5つございましてテレビ通販、ベンダー販売インターネット通販セールスプロモーションのデモカウンで,す、ねはい、でまずです、ねえっと、テレビ通販に関しましては、はい、テレビ通販番組運営会社の方に当社はです、ね、商品を卸売りしているんです、ねはいはい、そこであの当社が育成した実演販売士がその番組にです、ね、出演しまして、はいはい、その番組を見た消費者が商品を購入することによって売り上げにつなげております。はい ベンダー販売はですね店舗を運営している小売業者に当社は商品の卸売を行っておりまして、はい、消費者がですね実際にその店舗で商品を購入することによって売り上げにつなげております、はい、インターネット通販の方はですね大手 EC サイト運営会社の方に手数料を払うことによって直接、消費者と取引を行っております。はい このセールスプロモーションはです、ね、クライアントさんの依頼に基づいた商品をです、ね、当社が育成した実演販売士が実演することによってです、ねはい、それに対する報酬が売上に含まれますこのデモカーに関しましてはです、ね、当社の直営店になりましてこれはです、ね、直接、消費者と取引を行っています、はい、この5つの販売チャンネルで販売を行っている会社になります。はい え、当社の強みなんですがえ、はい、当社の強みはですね、えー、まず、実演販売士をですね。組織的に要しておりまして、その実演販売士があの開拓した。その需要をですね。え、はい、によってですね。消費者に。 指名買いをさせることができる点なんですね。指名買い、はい。指名買いすることによってまず価格競争にから巻き込まれることがないということと、あと高い営業利益率を保つことができる点が当社の強みとなるといます。こ、はい、れそれぞれの方、<う>ファンの方も多いんですか。そうですね。そういうことですよね。はい。えー、そこでですね、あのー、このお実際販売者を組織的に利用することを可能にしているのがですね、はい、当社の育成システムであるこの倍の極意塾になります。売りじゃなくて倍。倍です。はい。ね。 の極意塾はですねまあ今あ、著名な実演販売師レジェンド松下をはじめとするあの、はい、え著名な実演販売師を輩出したところなんですがあのこれはですねえと合計で9日間の,あの育成プログラムになっております、はい、でこれあの倍の,の極意塾を終了後店頭販売で1日売り上げ20万円を達成したものだけがこの実演販売師と名乗れる認定制度なんですね,ね。 はい、これは大変ですか、二十万円っていうの。え、手売りで,で、ね。手売りで二十万円。はい、あのテレビ通販で二十万だったら、すぐ行っちゃうんですけど。はい、はい。手売りでに、あの二十万。実演で。目の前で、はい。はい、次のページご覧ください。はい、えっと、この、えー、に、実演販売士の中で。売るだけではなくて、えー。あの商品企画までできる人員のことを、当社ではですね、実演アンカーマンと呼んでおります。アンカーマン。はい。 えというのはです、ね、あのやっぱりこうある程度経験を積んだ実演販売士になりますと。 このトークが言えればもっと売れるのになと痛みであの商品新しい商品企画の発想が湧くもんなのです、ね、次はこれしようと、うん、こういうふうに言えればもっと売れなので、はい、ですからあ,のある程度経験を積みますと売れた商品売れなかった商品お客様の声も直接ダイレクトに来ますので、はい、えそれによって、ね、あのこの実演販売士がこう新しいえあの消費者のニーズに合った商品企画っていうのを作ることができるんですね。はい さらにですね過去初先輩方が売ってきた実演トーク実演工場のあの現行のデータベースが当社にございましてですから過去売れた商品をリバイバルすることによってヒット商品を生み出すこともできます、はい、じゃあ日々これ鍛錬ですね、はい、そうですね、えー、はい。次のページご覧ください、はい <laughs> この実アンカーマンが商品企画した商品をヒットにつなげるため当社では先ほど言いましたテレビ通販とベンダー販売あとインターネット通販この3つの販売チャンネルが重要だと思っております、はい、今の消費者はです、ね、あのテレビ通販でとかテレビのバラエティ番組でその商品を見た、はい、あとです、ね、えー、このインターネット通販で,です、ね、お客様レビューを見てお客様の声を聞いた。はい あとはあの店頭販売でその商品を実際にさ触ってみたとか使ってみたという心理的手続きを経ない限り納得して購入には至りません。ですからこの3つの販売チャンネルのバランスに注力をしてまいりました。はい でただ、ですねこの3つの販売チャンネルを有している企業は他にも多いと思うんですが、はい、当社はですね実践販売士の顔と名前があるからこそこの3つの販売チャンネルが有機的に連動して、えー、え顧客の指名買いをくまなくあの回収すするることができるんできんね 3D マーケティング販売戦略、はい、それが当社の独自の 3D マーケティング販売戦略と呼んでおります。ははい、はいで ちなみにですね。この当社がヒット商品を生み出すのに、あの特別な航空費を一切使ってないんですね。ええ、ですから、あのこの最小の経費で最大の売上最大の利益を生むことができるのが、当社のあの競争力の源泉の一つであります。はい、はい、社長、皆さん、そのエプロンをされてるんですか？そうですね。大体赤と当社はあのこの。 エプロンがあのユニ,ユニフォームですね。はい、はい、<laughs> ですね。ちょっといでたちがちょっとあの変わってますが、で、は、も、い、すぐ分かっていいですよね。ありがとうございます。はい。そして業績面、こちらはいかがでしょうか。はい、えー、っとですね。ええー、おかげさまでしてですね。えー、こう。売上、あとは経常利益、純利益ともですね。右肩上がりで推移しております。はい。<laughs> で、特にご覧になっていただきたいのが、次のページご覧になってください。この高い営業利益率なんですね。 はい。え、2020年3月期は15.4%。実はですね、これ2年前は9.7%。その次のその去年去年度はです、ね。え、その前の年はですね、はい、13.1%と徐々に上がってるんです。これはですね、インターネット通販って粗利率が高いんですけど、そこにあの売上を上げることを注力してっていう部分と、あとはですね、先ほど実演アンカーマンによってですね、はい、あのこの当社はあの 実演販売のできる卸売から実演販売できる販売モの程度事業変換することによって仕入れ値をだいぶ抑えることができたという点でこの営業利益率の,あの高さにつながっていると思ってます営業利益率も向上とありがとうございます社長、はい、せっかくエプロン着てますからどんな感じの販売するのか触りだけ見せてもらえません、はい、じゃあやりましょうか触りだけどうしてもやってほしいということで、はい、無理やりお願いしちゃったんですけど <laughs> はい <laughs> さあ本日ご紹介するのはこちらですね、超電水水水水、これですね、海面活性剤3ンリなどの有害物質が一切入ってない水から生まれた電解アルカリイオン水100%のクリーナーなんですね、え水ででき,ますできてますから、ちょっと口元見てください、こう口に触れても平気なんですただね、水でできてると汚れ落ちがよくないんじゃないかって不安の方いらっしゃると思うんですが、えすいません、ちょっと腕時計をお借りしていいですか、はい、下からいきます。ははいいいちちょょっっっっとと待待ててくださいね 今あのコロナの影響でね、はい、ち,ちゃんとティーシーでござ、はいます。はい、ありがとうございます。はい。ですね。はい。ね、あの人間の皮脂の汚れとか。うん、そういうのですね。結構ちゃんと手入れしてそうですね。で、この状態でシュッとかけていただいてね、ちょっともう、ちょっとこうもみ。これね、除菌までできるクリーナーですから。うん。よかった、今日隣にいて、うん。はい。ね。どうでしょうか。あれ、あんまり、あ、ちょっと汚れてます。いや、だいぶ汚れてますよ。はい。<laughs> そんな汚れてないですけど。はい。ですね。あの片方をきれいにさせていただきました。もう片方は買って使ってください。わかりました。これす, <laughs> <laughs> すみません。ね、素晴らしいです、ね、やっぱり。<laughs> 実現これは売れますよね。<laughs> ありがとうございます。まさかやると思ってません、ね、急遽お願いしたい。ありがとうございま,した、はい、ざいます。あ、はい、さてそうそういう中で今後のビジネス展開はいこれはどうでしょうか。はい。ねはい、あの当社のですねえー、っと基本的な販売戦略で 3D マーケティング販売戦略はですね B2B から B2C に変換する中心事業が当社のこのデモ買う事業になります。 これですね東京スカイツリーの空町というショッピングモールに小さい店舗なんですけど出向かうというお店をオープンさせていただきましたもともと卸井路をしてますと販売店のローカルルールに縛られて自由な実演販売、自由なあの商品企画ができない事象があったんですね。はい、えせっかくあの当社の方にあにメディアの取材が来たとしても、えー、販売店の都合でできなくなってなんてこともありましたので、はい、まあそこで直営店をあのオープンさせたんですね。 えー、さらにですね、えー、そのおこのデモカウの EC サイトのえっ、ー、もオープンさせていただいてこの店舗と EC がこうオムニチャンネル効果を生んで新しい小売業を,をちょっと目指していこうというのがこのデモカウ事業になります。 で今コロナの影響で実は生の実演販売ができないんですね。ね、はいえーえー、残念ながら、はい、であの投資家の皆さんも結構あの心配なさっている方も多いんですけどもともとはい、売り上げの規模すごく少なかったんですけどあの生の実演販売に関しては、はいまあ、この機会にです、ね、いいことにです、ね、あの例えば、えーっと、YouTube チャンネルを立ち上げまして実演販売士の,イン,フあのインフルエンサー化を図ったりです、ねえー、さらにです、ねえー、っとこのインターネット あの会議システムって今、ね、ズームとかすごいあるじゃないですか、えー、それを利用したです、ねえーとえー、オンラインの実演販売をこのデモカウで行いましてです、ねはい、それを EC 内でもこう見えるような形にしてです、ね、EC とあの店舗で歩いているお客さんもくっついちゃうとい,、はい、いうこともやっております、はい、しかし先ほど今横で拝見しましたけどやっぱりその実演販売というか映えの,の極意ってすごいですね。 やっぱり映像を通しても同じように伝わるというこ実際ねこれやってみたんですよ、はい、6月からオープンしまして、はい、その,あの結果、ですね去年度の生の実演販売とあのオンラインでやった実演販売あの売上げが変わらなかったんですねなるほどあ、これはちょっと正気が見えたということで、はい、でかつあの生の実演販売だとですね1店舗について1人行かなくちゃいけないんですよ。えー、でオンンライでですとですとね人人の人間が 多ででできるんです、はい、だからこれ、ちょっとあの面白い形のです、ねえー、実演販売の形が生まれるのではないかということで、まあ、このコロナをです、ねえー、こうピンチをチャンスに変える、はい、いい機会だと思って、えー、今後です、ね、投資家の皆さんの期待に来いたいあのご期待したいとそしてわれわれ消費者に必要なものを教えてくれるということですね。はい それがの使命だとのそうですね特に巣ごもり需要になりまして当社、もともと強かったクリーン商品キッチン用品が非常に強あの売れるようになりましたし、はい、あの去年、度売れましたあのこジの、えーザルクッションという商品がヒット商品だったんですけど、はい、テレワークの拡大でそういう商品も非常に動くようになりまして、はいえー、期待しております。はい 社長最後時間もなくなってきましたのでえと投資家さんに熱いメッセージ一言を頂戴でできればそうですね、えー、とこう商品企画からですね販売まであのワントゥーワンマーケティングを実現しましてですねえ投資家の皆さんの期待に沿いたいと考えております今後ともよろししくお願いします今日は素晴らしい格好でご登場いただきましたのでこれ全員がこれを着ておられるとことですねはいユニフォームですかでこのユニフォームを画像だとかネットだとかあるいはリアルで見たらあ、コパさんだそうです。 っ思えばいいわけです、ね。はい、社長普段もこれ着てるんですか。いや、普段は着てないですよ。はい、普段は着てないんですけど、あのお客様の前に出る場合は必ずこのエプロンっていうのが。当社の清掃になります。はい、はい、これからもいろんないいもの、楽しいもの、面白いもの、をまたご紹介いただければと思います。はい、業績の方も頑張ってください。はい、今日はありがとうございました。おめでとうございました。